はい、どうも、どちらです。はい、えっ、ー、と、ただいまです。さっき帰りました <laughs>。あの、カフェで作業してたんでね。うん。えっと、な1時間、一時間も経ってねえな。30分前ぐらいに帰ってきた。3時ぐらいかな。で、今、これ撮ってるの3時半ぐらいなんだけど、えっ、ー、と、今日火曜日だっけ火曜日ね。えっ、ー、と10、10月4日。はい。ですね。 <laughs> 相変わらずあんにおい疲れてんだよ普通にだやめてねえだんだよ本当に <laughs> あのねあっと切り抜きをね2本作ったんですよ1本はこのサムネの画像のこのデルタ屋ちゃんねデルタデルさんなんだけどでまあ1本はそうでもう1本がえっと7点ないの,あの三の星ながささ前にも言ってたと思うんだけど1本ちょっと作りてえなって言っててまあ言うてさあの人まあ あのデルティアもそうなんだけどその7点はもっとねその前からさあの活動をがっつりしててその切り抜き師の方もめちゃくちゃ多いんよねその専属で切り抜きをしてる人まあ言ったらその例えばホロ,ラ、まあ、ホロライブとか二次三次とかだったら全体で割とやってる人が多いんだけどそのまあ自分の好きな人をまあやってるんだろうけど、まあ、それでもまあその気になった人をボンボンあげるから。 別にその誰々とか指定しないけど例えば2時3時切り抜きとかホロライブ切り抜きみたいにしてあるからまあその中でだいたいそうやんかまあ個人税とかあと小さい箱の人まあ小さいっていうかそんなに大きい箱じゃないところだとかだったらまあたいあれなんよねあのー、個人でまあい誰々切り抜きみたいな感じにしてる人がまあ多いからでまあ良店はそうなんよまあそのデルティもそうなんだけど あのそんな感じでやってる人が多いからでまあデルティアはその素材がまあまあまだそんなに多くないからまあ俺もアーカイブちょっと漁ったんだけどそこまでめちゃくちゃ多いわけじゃないからで大体その雑談か歌枠まあゲームをやってたりするかなっていう感じだよねまあアーカイブが残ってるもので見たらねなんなんよねでその逆に7点とかだとその超美麗もあるしまあ言ったら実写のやつね その顔は出てなないけど超ビレーなやつまあそれもね切り抜いてる人といるから別に切り抜いてもいいんだろうけどとかあとなんだえー、っとまあもちろんゲームもやってらっしゃるしでその雑談もやってるし ASMR みたいなのもやってるしそのちょっとそのエロ系じゃないけどみたいなのもやってまあエロ系はねなんか別チャンネルであれしてるったりとかあとそのなんだ そのファンクラブ専用の,そのやつでやってたりとか、免言とかではなくてね、でやってたりとかみたいな感じらしくて、だから、その、なんだろう、結構、やってる人が多いんよ、とにかく、その7点に関しては。だから、その中だと正直埋もれるし、何より、 俺が切,り抜きは、ね、その切る部分のセンスうんぬんかんぬんはまあ人によるんでそれが面白いと思うかどうかとかそこかよみたいに思うかどうかはまあ正直人によるんでなんでそこはまあいいんだけどなんだろう、あのー、編集の巧みさっていうか、まあ、そのがっつりさ YouTuber の人とかさその動画勢の V の人みたいにさ あの綺麗に編集をしててそのバチバチカット入れてみたいな感じで作ってる綺麗に作ってる人とかあとまあそのうまいことそのテロップとかを使ってさその、まあ、誰が誰で喋ってるとかコメントでこんなの着てるみたいなのをうまいこと使える人とかそういうのと比べると本当にクソなんでほんまにただの,そのフルテロップにしただけなんではっきり言ってその字幕をつけただけなんで。 あの雑編集なんでねそ,のそれと比べたら微妙じゃんみたいなはっきり言ってそのなんだろうなそのライバルがいないから見てもらえるとかそのなんだろう V の人その切り抜いたその V の人にねその反応してもらえるとかコメントしてもらえるとかそんなことじゃなくて単純にそれ俺がやらなくていいじゃんみたいな感じになっちゃうわけよ別にさ言ったらだから。 そのあんまりその切り抜きを作られてない人だったらばその俺がやる意味もあるかなと思うよ。たとえばそれが雑編集であろうと切り抜きを作ってもらえるだけでも多分ご本人もまあ,ありがたいと思ってもらえるだろうしでその俺の方も俺の方でその人を知らすそのね、あのー、こういう面白い人がいるよっていうふうにもできるしっていう意味があるんだけど。 みんなが作ってるんだったらうまい人が作ってるやつ見た方がいいしな正直俺のなんかよりそのと思うからそのホロとかニジとかもそうなんだけどであと三毛猫さんもそうなんだけどその,みその結構その大勢が作ってる有名な人有名な人でもその作ってない人もいるからねそのあんまりその切り抜き勢がいない人もいるからその辺はちょっとあれなんだけど。 その多いところはもうもううまい人のやつ見てよみたいな <laughs> 俺もこの人好きだけどまあまあこの人みんな作ってるからうまい人のやつ見てよっていう感覚で俺はあまり手を出してないわけよただ単にその埋もれるからどうのこうのとかそんなことは別にどうでもいいから俺的にはうんっていう感じだよねだからまあだから今まで作らなかったんだけどまあそのちょっと。 作ってみたいなみたたいいなな <laughs> ちょっと7点のやつをちょっと編集してみたいなっていうのでまあほん本当に勢いで作ったやつまだこれアップされてないんでね多分多分っていうか今日のえと昼にアップする予定予定っていうかもうそのセットしてあるんでまあアップするされると思うんでまあよかったらっていう感じですねそっちはまあ今は上がってるのはデルティアの方が上がってるんで,であのツイッターのコツイとかにも置いてあるんでまあそっちの方を見てもらったらと思うんだけど あのこれに関しては雑談とかじゃない、まあ、雑談もしてるやり取りしてるから雑談してるといえばしてるんだけどミキネコさんの時と一緒であの初,初配信じゃないあの初お目見え 2D のバージョン2その衣装新衣装みたいなやつの、えー、と初披露みたいな配信が、まあ、結構最近かなにあってで、まあ、9月だったかなだから先月だな。 にあってでまあそれがまあ俺もその全部全部見れてなかったんでまあ一応多少はその見には行ったんだけど見れてなかったっていうのもあってアーカイブを見返したりしながらまあ切り抜き作っちゃうかって勢いでそのまま作っちゃった感じだよ。でそのまあ見てもらった人にはもう分かるんだけどあの表情を紹介している場面を切り抜いたそね。 要は顔を出すまで言ったらその顔ずっと隠してってその首から下だけを最初映してて最終的に顔ドーンで割と終わ,ったか終わってはないけどそんな感じが長かったよね、まあ、結構これする人多いんよ。その三毛猫さんに限らずその初お目見えいわゆる初披露の時とかは結構そのじらしてじらしてみたいな感じが多いんだけどそのデルティアはあのじらさずにまあその表情を見せたかったみたいだよね。 いろんな表情ができるんだよっていうのをそういうギミックみたいなのができるっていうのをまあ見せたかったからまあそこにまあ時間を使いたかったからもうそのだったよだからそこでやってもしょうがないからその前置きの部分を切ってもしょうがないからその表情をいろいろやってるところを切り抜いたよ。だからこれはちょっと意味があるかなと思うよ。 正直今ま,でのやつ、まあ、今までのやつが意味がないわけじゃないんだけど今までのやつ正直その喋ってる部分を切ったりとかその自己紹介してるとこを切ったりとかしてるから正直ちょっと長くなりがちだったり、まあ、実際今回のデルタのやつもちょっと長いっちゃ長いんだけどその表情全部,その全部切り抜いてるからでも割とその喋ってるだけじゃなくて見て楽しいというか。 その表情とかを楽しめるんで言うてその初配信じゃねえやその披露のやつもまあ長いそのアーカイブなんでね何でもそうなんだけどそんなあの v, まあ v に限らず配信者のさその配信がさそんな30分とか1時間で終わることまあまずないからだからまあ短くても2時間はあるじゃん大体で長かったら56時間あったりするわけじゃん下手したら8時間とか9時間とかあるパターンもあるからね。だから そ,れそ,うそういうものをさ1から10まで見るってなかなか大変だしそれでなんかまあタイムスタンプとかあったりしたら、まあ、見れたりするんだろうけどその特定の場所をそう見るってなかなか難しいんでまあ普通に、まあ、声も可愛いし面白いし喋 <laughs> ゃしゃべりもね。 だからまああとねこれちょっとね名前,名前とかねいろいろややこしいことはもうこの前にデルティアの話をした時にはもう思いっきり言ったけど今回はさすがにねあんまりいじるのもあれなんで出さないんだけどそのまあそれこそね三毛猫さんとかもそうだし。 そのデルティアもそうなんだけどそういうまあいわゆる前世のことがあるわけじゃないですか結構ねこれで引っ張ってる人とかまあいじる人はそんなに今はいないのかなと思ったりするんだけどそ,のそれを引っ張ってるやつとかもいるんよねまあ正直俺もネタにしてる部分はあったりする人の配信とか自分のスペースだ何だとかでネタにしたりすることはまあ多々あるんよ。 なんだけどネタにしてるからバカにしてるわけでもないし嫌いなわけでもないしただその好きだから好きだ好きだし好き,まあ好きだったっていう過去形にあんまりしたくないんだけどまあ言うて今はいないからねそこには。でその,その名前の V は今存在してないから言ったらその前世のねそれは今は存在してないものだからそのそれを声高になんたらかんたらって言うわけにもいかないけどただ俺は好きだったから名前を出してるだけなんよ。 別にその人の人こと今,今活動してるまあデルティアもそうだしそういうのをその出してどのこうの過去こうだったこうだったとかって言ういじるつもりは全くなくてまあいじってるのはあくまでそのなんだろうなもうその他の人のところで本人の目につくところじゃないから基本的に言ったらまあ目に絶対つかないとは言わないそれはそのなんだろう えっとなんか偽善ぶってしまうんで絶対ではないよもしかしたら何かの偶然で見てしまうかもしれないだけど基本的にはまあ見ねえだろうと別にタグ付けてるわけでも何でもないから見るわけないそんなスペースなんかねだからだからそういう場では言ってるよってただそのじゃあそのなんだ どこでも彼でも本人が見るような配信の中で言ったりとかそのタグつけて言ったりとかそのエゴサできるような状態にして言ったりとかはし絶対しないしする必要性もないからそもそもねそれをこすったりいじってるところで面白くないんでねただそのあまりにも話題になった人たちだからその言ったらその V 界隈でそでスペースとかでわちゃわちゃ言ってる時はそれはネタにはしますよ他のやつもするだろうし。 下手にそこでねなんかお前その話やめろよってやっちゃうと俺もね前にそれこそねこれちょっと余談になるんだけど前にそれこそ三毛猫さんの話でさ例にスペースを荒らしたことがあったんだけどその時もまあ言ったら炎上商法の一種だったんだけどあのその要はそれの日にその三毛猫さんの話をする予定だったから予定だったが実際したしね。 だからまあそのためにそれの前置きとしてあそこで暴れたっていう部分も多々あるんだけどただねそのそういうのにしてもそうなんだけどうんなんだろうな難しいんよねこういうのって結局そういうなんかリスナーが。 まあねえーとね、昨日の、ね、ミクロンの配信でもあったんだけど、あのー、リスナーが嫌で押しを降りてしまうっていう別のリスナーっていうのが確かに起きるんよねこれミクロンが言ってたんよ、まあ、それは、まあ、ミクロンに限らずこれは多々あると思うよなんか界隈が嫌だなってなることあいつらと一緒だと思われたくねえなっていうのは多分あるんよね結構好きなゲームであれ好きな配信者であれ好きな まあなんか作品であれ何でしてもそうだけどそのファン層がクソだからあいつだと一緒って言われたくないからそのまあ好きだけど本人は好きだけどで例えばその本,気本人のコンテンツは見てるけどただその自分も誰々推しとは言いたくないなみたいなあいつだと一緒だと思われたくねえなっていうことなんよね結局こういうことが起こるんよねでこれってさ回り回ってその配信者だったり活動者にまあダメージではあるよねこういうことって。 でその三毛猫さんのことに関してもね俺がそうやって言うムーブをした時にまあまあ本人にいい結果は確かに生まないからねはっきり言って別に俺そのなんだ他の他人の迷惑はどうでもいいけどその本人にねいい迷惑いい迷惑っていうかいい活動にはならないわなとは思ったりはしたけどねうんまあでもね正直そこまで無茶なことをした覚えはないんだけどねあれに関して言ったらその。 ちょっと切れ散らかして見ただけなんだけどうんまあまあああいうのがどうなんだろうなとは思ったりするそれまあ,あれはまあネタだとしてもそ,のそういう界隈でそのまでいわゆる全肯定ボットみたいなんとかさまあいわゆるもう何やっても肯定しますよみたいなでまあっていうのも嫌だっていう人もまあ中にはいるしそういうのもあってまあ俺はね基本関係ないんだけどね。 周りがどう言おうか関係ない俺は,こ俺はこうなんだだし誰が好きだったらもうそいつの言う通りもう全もう,もう崇拝しますよみたいな感じなんだけどまあ崇拝はしないけどな <laughs> 崇拝はしないし推しだったとしてもなんか何か貢ぎたいとかも思わないけどただこいつが言ってることは全部正しいよっていう方針で俺は言っちゃうタイプだからで俺も全部正しいと思っちゃうタイプだからうんだからその辺はちょっとまあ難しいところなんかなとは思ったりするんよね。 まあ、いわゆる痛いファンみたいな感じになりがちではあるからね。はい。まあそんな感じです。えっ、ー、とまあ切り抜きの方よかったら見てもらえたらありがたいです。じゃあでした。バーイ。